こんにちは、中澤よし子と申します。本日はこの色彩心理学をベースとした若く見せる洋服やメイクの色の使い方講座、ご参加いただきありがとうございます。30分ほどの時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。一つ、ファッションの型分、一つ、見せ方を武器にする、で、最後に色はコミュニケーションツールと、この3つのテーマでお話ししたいと思います。さて、ここで私、簡単に自己紹介させていただきます。改めまして、中澤よし子と申します。静岡県沼津市出身です。8月生まれの獅子座 A 型です。実は私、幼少時代に父の仕事の関係で、なんていうんですかね、転勤族でした。で、この転勤族ってことは転校していくんですが、この転校という経験を通して人との関係はこう第一印象とコミュニケーションというのが大事だなっていうのを子供ながらに感じて育ちました。で、 OL 時代は某企業の受付業務配属になりまして、接客業を叩き込まれました。で、退職後はもともと手に職をつけたいって思っていまして、まず資格かなって思い、宅建とかあと FP とか、まあ、16種類ぐらいですかね、資格を取得したんですけど、なかなか活用ができなくて挫折しておりまして、そんな中で色彩学と色彩心理学というのに出会ったんですよね。で、パーソナルカラーっていう、こう自分を魅力的に出す力、色の力っていうのにすごい共感、共鳴、感激しまして、これは知らなきゃ損、誰かに伝えなきゃ、もうなんかこうすごい開けちゃったんですよね、自分が。で、今この色彩心理学っていうのをベースにして、ファッションのアドバイスでしたり、あとこう自分らしさですね、個性を生かしたこうイメージアップ方法、あと第一印象を良くするための個別のサポートを中心に活動させていただいております。では、本題に、講座実績っていうのがありました。まあ、依頼されたら何でもやりますので、過去にちょっと信用金庫さんからの依頼を受けたり、あとはそうですね、 SBS 学園さんでちょっと講師したりなど、まあちょこちょこ講師依頼っていうのもあって、まあ、こんな感じの講座をしております。はい、では本題入らせていただきます。まず最初に1、ファッションを語る。では早速、ちょっと突然なんですが、皆さん今日参加している方、今日のファッションのテーマって何ですか？今日のファッションどんな気分で選びましたか？まあ人によっては、なんとなくとか、あとは明るい気分で、あと気合を入れてとか、悩んだ末こんな感じになって、まあ人それぞれだと思うんですよね。でも、そのファッションが人にどんな影響を与えるかって知っていたら、もっとちょっと簡単に言えば、自分の希望するファッションがパッ決められたら楽しいと思いませんか？実はファッションは語るんですよ。例えば、こう白衣を着た方、お医者さんに見えますよね。スーツを着ている人と、こうジーンズを着て T シャツの人、どちらがサラリーマンに見えますか？例えばお葬式に真っ白の服を着てきたらどう思いますか？
そうなんですよ。ファッションってね、語るんですよ。ファッションってセンスとかではなくて、こう自分をよく見せてくれる鎧なのかもしれないんですよね。で、そのファッションの印象っていうのがそのままその人の印象につながります。でしたら自分をこう最大級最大限魅力的に見せる洋服選びをしたいですよね。そこでまずポイントとなるのが、私の推奨しているパーソナルカラーです。こう自分に似合う色って一生の武器になります。ファッションの印象がそのまま印象につながるんですので、やっぱりこの見せ方っていうのがとても大事になると私は思っています。で、そうですね、この見せ方っていうパーソナルカラー、皆さんもほとんどの方がご存知だと思うんですが、このパーソナルカラーって似合う色皆さん分かってるんですよ。ただそれを知ってるだけでは私はダメだと思っています。活用が大事なんですよね。色って、そうですね、単色ではほぼほぼ存在しませんので、必ずコーディネートっていうのが大事になってきます。その色だけでは物足りないんですよね。いろんなことを含めて全体のコーディネートで見せ方っていうのがとっても大事になってきます。例えばそうですね、見せ方の一つとして、まあいろんなのがあるんですけど、私のちょっとした秘策が3つほどあります。それが1つ目、隙間、例えばですよ、どんなに着飾っていても姿勢がこんなだったり、服ヨレヨレだったり、なんかちょっと目つき悪かったり、もう服が台無しで、それこそなんか印象悪いじゃないですか。だから見た目を整えるのにちょっとしたポイントを気をつけるだけで、格段と上品に見えたり、きちんと感というのが整います。で、隙間。隙間って何、どこが隙間だと思いますか？まずね、手の隙間、あと体に隙間っていろいろあるんですけど、脇にも隙間ありますよ。あと足の隙間、とにかくこのね、隙間っていうことにちょっと意識をしていただいて、隙間をなくしてあげるとなんか上品できちんとして見えます。しかも隙間をこう閉じていくことによって、背筋なんかも意識していただくと、すごく人から見た時に、あ、姿勢もいい、隙間もしっかりしてるっていう整った姿になります。この背筋なんですけど、背中ですね、この背中が意外にものを言います。背中って一番皆さんの無防備なところで、前から見てる時には意識して整ってるんですけど、後ろって見られてる感覚って皆さん忘れてるんですよね。ですのでこの背中ちょっと意識していただくだけで、だいぶ背筋も変わります。背中から見ると隙間も目立ちます。ですのでなんかちょっと気をつけてあげるっていうことがすごい大事になると思います。あとは2つ目、聞き方。今背筋の話したんですが、やっぱりこう猫背って聞いてたり、あとは横柄な態度でいたり、そういう聞き方って相手に印象良くないですよね。ここも見た目がとっても大事になります。聞き方が上手な方って実は
話し上手な方って言われているんですよね。聞き方をスマートにするっていうのを意識するだけでもだいぶ人の印象って変わると思います。この人の印象を不快に感じさせてしまうことで第一印象もこうその人の在り方にもダメージがきます。少し意識して聞き方を見せる姿、見せる聞き方として考えていただけたらなって思います。姿勢大事なんですけど、意外に大事なのがもう一つのポイント、目ですね。やっぱ笑顔って大事なんですよ。口だけ笑っていても目がすさんでたり怒ってたり鋭かったり怪しい目だったりすると笑顔ではなくちょっと不快感を人に与えたりしてしまいます。まず目も笑顔で聞く姿勢を整えるっていうのがポイントになると思います。まあ笑顔はね、最小であって最強なんてよく皆さんに言ってますよね。もし目が笑顔が苦手だなって思ってる方はぜひ練習してください。口角を上げて鏡を見てニッと笑ってみる、人に会う前にちょっとスマホで自撮りをしてみる、本当にちょっとしたことですが笑顔は必ず作れます。これ無料ですし、本当に笑顔スマイル0円みたいな形で自分の中に笑顔を忘れないでいるっていうことは本当おすすめのポイントになります。特にね、今マスク時代でここ隠れちゃってるじゃないですかね。そうすると目が笑ってないと口が笑っててもわからないじゃないですかね。笑顔はね、こう周りにいる人も笑顔にしてくれたりとか幸せな気分にしてくれたりとか、マイナスのことって全くないので、笑顔は本当に最大のポイントだと私は思っています。素敵な仕草のストックっていうのを何個も作っていくと自信につながっていく、私はそう思っています。で、私がよく第一印象って言ってるんですが、第一印象って本当に大事だと思っています。第一印象は5秒で決まるなんて言われてます。で、人って3回会ってしまうと印象が決まってしまうって言われてます。中でも第一印象が一番ベースになってくるのでとっても大事なんですよね。しかもこの第一印象、勝手に人が決めてしまうんですよ。ではそんなことも踏まえてちょっとこちらをご覧いただきたいんですが、この方写真、まあ、横に名刺があるんですけどね、どんな印象ですかね。まあ皆さん勝手に印象もここで影響されてると思うんですが、この方実は最近この PR 写真に変えました。で、以前はこんな感じでしたね。とにかくね、第一印象って勝手に相手が決めてしまうイメージなんで、何が正解っていうのはありません。どちらがいいとか悪いとかではなくて、まあ、皆さんビジネスをしている方なんかは相手ありきで見せ方を変える必要があると私は思っています。で、この女性さんね、お仕事はコピーライターさんで、この言葉力っていうのをすごい持ってる方なんですよ。で、言葉の力でビジネスを成功へ導くっていう講師活動をしている方です。ちなみに今見せた2枚なんですが、今画像写っているのがオータムに寄せた、パーソナルカラーオータムでまとめた写真、プロフィール写真になります。こちらが実はウィンターのパーソナルカラーでまとめたプロフィール写真になっております。まあどちらがいいとか悪いとかではないんですが、私もこの方と会って
ウィンター要素がとても強い方で、お客様の層もどちらかっていうとこのウィンターの方に載せた方がいいんじゃないかなって言って写真を撮らせていただいて今に至っています。で、本人曰く、お客様の層が変わったとおっしゃってました。まあメイクの使い方と色の使い方で印象を変えてるだけなんですが、受け取る側にしてみるとやっぱ第一印象で動きますので、ご本人様の意見ですと自分はウィンターの形でお客様と今接している自分が好きだっていう、まあ、成功事例というかね、この方にとっては成功事例ですねって形で、こうメイクの色の使い方なんですけれども、基本はパーソナルカラーが基本なんですよね。で、あとはもう一点は、今こうオンラインでこう枠の中で活動する方も多くいらっしゃってます。リアルとオンラインでは使い方が変わります。こうオンラインの時って光を当てて飛ばすことも可能ですし、やっぱりリアルの時と色使いと色移りは全く変わっちゃうんですよね。もちろん背景の色、ファッションの色によっても要は配色になるので見せ方ってガラッと変わります。まあメイクの色この色でいきましょうっていう一つでは決まらないって私は思っています。まあちょっと今回時間にね限りがあるので深くお伝えできませんけど、まあ個別相談も私やってますのでお問い合わせください。私のメイクに対してのこう趣っていうものがありまして、ヒデさんのこのコミュニケーションメイクを習って特に感じたんですけど、自分をよく見せるというよりも自分がどんな印象を与えて相手ありきのメイクっていうのにすごい興味を持っていて、今そちらに趣を置いてメイクの色のアドバイスをしています。はい、3つ目のテーマ3、色はコミュニケーションツール、こちらに行きたいと思います。実は世の中に色がたくさんあるんですが、色には外への力というのと内への力、2つ力があるって言われています。例えば、ビジネスシーンなんかで言うとネイビー系のものとかブルー系がおすすめなんですよね。なぜならブルーからの人の印象って信頼とかあと誠実っていう印象を与える効果があるからです。営業マンの方が、よく赤いネクタイなんかをしている方っていうのはこの赤のネクタイでアピール、やる気、情熱、見せる効果があります。覚えていますかね、トランプさん、アメリカの大統領元ですね。トランプさんって赤いネクタイがトレンドみたいな形になっていて、もうなんて言うんですかね、もうパワフル、いきます、情熱みたいなアピールですよね。ただやりすぎは注意です。赤はデメリットの効果として怒りとかも買っちゃうっていう注意もありますので、ちょっと注意しなきゃいけないですね。で、意外におすすめなのがやっぱ紺のスーツですね。紺はビジネスでは欠かせない色と言われていて、謝罪の時にも紺のスーツがおすすめです。紺は黒と青からできてます。黒の重厚さと青の誠実さ、どちらも伝わります。まあ白いワイシャツにグレーとか紺のネクタイなんかもして謝罪するっていうのもよく記者会見とかで見かけますよね。で、このグレーっていうネクタイは白と黒で、こうなんて自分の存在をちょっとね薄くしてくれるっていう効果もあるんです。で、このまた白なんですけど、白は清涼感とかあと清潔感っていうのをすごい感じて、
まあ、純白のドレス、汚れがないとか、そういうイメージを人にとても与えるんですよね。ただしデメリットとしては全部が白すぎてしまうと、ちょっと汚れたら大変とか、潔癖症とかね、ちょっとね緊張感も生んでしまうので、まあ、時と場合によって使い分けが必要だと思います。まあなどなどちょっと早口に、ね、説明してしまったんですけど、これが色の外への力と思っていてください。では今度は内への力。内への力、これはね、心、私たちの深層心理なんかに結構影響するんですよね。今日ちょっと若返りがちょっとテーマになってますので、ここにピンクが出てますが、ピンク、女性ホルモンの色と呼ばれています。つまり若返りが期待できる色とも言われてるんです。まあ、海外である実験をして、ピンクの洋服を着て、まあ、今日ちょっと私緑なんですけど、あとピンクのカーテンのある部屋でずっと暮らし続けたら容姿が若返った、シミとそばかすが薄くなったとか、そんな事例もあります。まあ、この実験半年ぐらい続けたって言われてますけど、ピンクは女性ホルモンの色と言われていて、エストロゲンを分泌する効果があるっていうことが実は分かってきています。若返りピンクですね。で、ここに画像にちょっといろんなピンクがあるんですが、ピンク一つとっても、まあここにあるのはちょっと伝統色で難しく描いてしまってますが、簡単に言えば、パステルピンクとかベビーパウダーっぽいピンク、あとはショッキングピンク、サーモンピンク、こうもっと落ち着いたダークなピンクなんていっぱいありますので、まあ一般的なピンクでもうパーソナルカラーなんかをご存知の方はピンクよ、自分にこうなんか活用するときにはパーソナルカラーを基本にした方がいいですね。ただ見る分にこう内側に働くピンクに関してはどんなピンク効果もあります。で、色で一つ気をつけていただきたいのが黒。実はね、黒、黒の多用は避けてもらいたいです。なぜなら黒ってこう光を全部吸収してしまう色なんですよね。で、いい意味ではモード感、あとスタイリッシュで高級感とかちょっと重厚感なんかを与える色なんですけど、ちょっとデメリット的には光を全部吸収してしまうので、例えばずっと洋服で着てたりとか下着をずっと黒だったりしてるとシミそばかすが増えるっていうちょっと怖い実験結果なんかもあります。まあ黒の多用は避けた方がいいかなと私は思っています。という感じで、あっという間にもう30分ぐらいになっちゃうんですが、まあ本日はね、ちょっと色彩心理学をちょっとベースとして若く見せる洋服とか、あとメイクの使い方っていう講座に参加していただきありがとうございました。私、世の中にたくさんの色がある、この色って世の中からなくならないって思ってます。まあなくならないんですよね、実際に。で、実は色って光がないと色はないですよね。逆に言えば色は光って言われています。光って希望ですよね。ですので、たかが色ですけど、されど色、この色を介して全てにこう自分を色を武器にしてもらうと心が豊かにも過ごしていけるって私は自負しています。ぜひ色の活用楽しんでいただきたいと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。